少し時間をください。負けない。負けん。闇の力に弱いようですね。僕だって手伝ってください。素敵、ガス1です。ですね、皆さん、パワーです。シャドウ。Thank you.
敵体勢を崩しました。やりますね。まだ行けますよ。敵は残り2体です。ペルソナ！敵、撃破です。来た！総攻撃チャンス！わかった。わかりました。敵、体勢を立て直しました。敵、残数1です。わかりました。
倒せなかった。
聴覚。Thank you.
倒れました。撃撃チャンスです。ペルソナー
の覚悟が違う。どうやら大地の終着点みたいですね。想像してたよりだいぶ広いな。こんなのあと何回こなすんだ。私にも詳しくは分かりません。でも扉の間の様子から考えると一度や二度じゃ済まない感じですけど。やっぱり目指す発生源は全ての源なわけですから、普通に考えれば一番奥でしょう。どの道最後まで行き着くしかないってことか。まるでタルタロスの再来だな。
像にも部分的に似たところがあります。つーかご丁寧にシャドウまで嫌がるしな。やれやれ、もう二度と見ないで済むと思ってたのによ。けどそういや影人間とかすっかりいなくなったのに、なんでだ。それも探るしかあるまい。何しろ分かるまで出られないんだからな。どうした？いえ、別に、ただ、なんていうか、辛いこととか山ほどあって、ようやく平和に戻れたってのに。だから私、前だけ見てよって決めてたのに。これじゃまるっきり、昔に逆戻りじゃないの。ゆかり。ここは、時の流れが普通じゃない場所。過去を感じたとしても少しも不思議はありません。そういうものに触れるきっかけなんてここにはいくつもあるんですから。どういう意味？私たちたった今まで。どうなってる？外へ出られたのか？でもなんか変だよな。つが妙に暑くないっすか？お前たち。黒沢さん。どうした、こんな平日の昼間に。学校はどうなってる？いえ、今、春休みなんで。春休み？何を言ってる、今は6月だろうが。しかも何なんだ、後ろの仮装してる二人は。もしかして何かの行事か？あ、いえ、その、これは。まあいい、お前たちが少し特別なのは知ってる。だがそれを何かの口実に使うようならしっかり取り締まるからな。忘れるなよ。刑事物の日付が全て2009年カレンダーもだ。もしかして6月というのは去年の6月か。バカを言うな。じゃあここは過去の世界だとでも言うのか。おい、アイギス妹。聞いてるのか。おい。あなた、こんなものが珍しいの？いえ、そんなことないです。町にあるものくらいちゃんと知ってます。これは噴水、向こうのはお店。確かに私もたまに来て噴水を眺めることはあるけど。
んだ。なら私と一緒。でも今いるここはあなただけじゃなくて、私たちから見ても何かが変。教えて、ここは本当はどこなの？来るとき扉をくぐりましたよね。あの扉は時の狭間のいろんなところにあって、それぞれ過去へ通じてるんです。じゃあ本当に去年なのか。季節も時間も違ってるのを他にどう説明しますか。もっとも完全な過去じゃなくて、記憶にある場面へ飛べるだけみたいですけど、今いるここも多分他の場所へは繋がってないと思います。過去の世界って、おいおい、でも好都合じゃないですか。ここなら補給ができます。手に入れたものは時の狭間が消えない限りは実際に使えると思いますよ。もしかすると扉の先がこの場所だった意味はそれなのかもしれません。あなたたちの意思が反映されたのかも。なんかさっぱり平気ですね、彼女。結構すごい状況だと思うんだけど。でもとりあえずよかった。なんとか飢え死にだけはしないで済みそう。そこが時の狭間と呼ばれるわけを私たちは初めて知った。過ぎ去ったはずの時間に触れてみることのできる場所。でも今思うと、この時私たちが言葉を失ったのは驚きだけじゃない何か。例えば救いのようなものを無意識に感じていたからかもしれない。
すごい。下の扉の間じゃなくて直接ここに繋がるなんて。確かに今はここも時の狭間の一部だからありえなくはないですけど。補給に使えるって全員が意識したから意思反映が強くなったんでしょう。これなら行き来が便利でいいですね。もしもし、妹ちゃん、後ろ詰まってんぞ。嘘、マジ？おい、早く進め。後ろが詰まってるぞ。
Thank you.
解。分析してみます。少し時間をください。当たって。弱点がいくつかありますね。はっ、やった、倒せなかった。覚悟しろ。さすがカナル先輩、まだ生きているかい。了解、分析してみます。少し時間をください。まだ敵は3体います。気をつけて。了解、分析してみます。少し時間をください。弱点がいくつかありますね。あと2体です。はっ、あと1体です。無理は奴だけだ。分析してみます。少し時間をください。負けない、情けない。氷が弱点です。覚悟しろ。仕留め損なった。まだ戦う気ですよ。敵対数2体になりました。弱点がいくつか。よっ、敵残数2です。ペルソナー、敵体勢を崩しました。まだいけますよ。いきます。あ、倒れました。追撃チャンスです。来た、総攻撃チャンス。こんなやつだけだ。
敵が体勢を崩しました。あ、倒れました。もう一度チャンスです。行きます。敵体勢を崩しました。まだ行けますよ。フェルソナー、あ、倒れました。追撃チャンスです。フェルソナー、弱点をつきました。来た、総攻撃チャンス。こんなー戦いへの覚悟が違いますよね。Thank you.
氷結、まだ敵は3体よ。気をつけて。ペルソナー、弱点をつきました。ペルソナー、あ、倒れました。追撃チャンスです。逃がさない。はっ、死ぬといいんだから。敵の全滅を確認。
艦隊です。注意してください。
了解。分析してみます。少し時間をください。行きます。手をつきました。敵が調整を崩しました。やたがらし。総攻撃チャンス。こんなー楽勝でしたね。闇の力が弱点です。敵残数1です。ペルソナ！ぜえ！あいつ死ぬてよ。来るな！敵です。ほら。
光には耐性があるようです。敵はあと1体ラストです。ペルソナありがとね。絶対つない。出られない。天田くんの体力もわずかです。見てあげてください。敵残数1です。ペルソナやらしないですよ。浜田くんが、まさか。ほら。負けられない。
来るんだ。ラスト3つ、今こそ。死ぬといいんだから。行きます。弱点をつきました。敵が体勢を崩します。今だ、やっちまおうぜ。ほら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 、堂々の勝利ですね。危なくなったらいつでも止めてくださいね。ラスイッチ
けられねえさ。これからも。よし、レベルアップ。
あいつ死にてえ。来るんだ。手伝ってください。敵残水行きます。来るんだ。勝負ですね。倒せなかったか。もう撃ちてますだよ。分析してみます。少し時間をください。
行きます。
は来ます。ゆかりちゃんが来るんだ。勝負ですね。今こそ。相手に効くかどうか視覚的に皆さんに伝えられるんです。あ、でもこの効果が働くのは分析したことのある相手だけなので、日頃から敵の分析はこまめに指示してくださいね。